広島駅、上谷町方面の上りホーム宇品名5丁目停留場は、広島県広島市南区宇品名神田5丁目にある、広島電鉄宇品名線の路面電車停留場である。駅番号は U15。当停留場は1935年、宇品名線の五歳祝橋東詰めから宇品名までの区間が、新線に移設された際に開設された。当時の停留場名は4丁目停留場であった。 戦時中の1940年代に停留場は一度廃止されるが1950年12月に再度開業し、1960年には宇品な4丁目、停留場と改称された。その後1968年8月には宇品な町で町名変更が実施され、直後の同年9月から宇品な5丁目停留場と称するようになった。なおこの時、 それまで宇治名7丁目と称していた隣の停留場は、東停留場と入れ替わるように、宇治名4丁目停留場へと改称されている。宇治名線はほぼすべての区間で、道路上に軌道が付設された、平用軌道であり、東停留場も、道路上に、ホームが置かれている。ホームは、低床式で2面があり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように、廃されている。 ただし互いのホーム位置は南北方向にずれていて北に広島後方面へ向かう下りホーム南に広島駅上谷町方面へ向かう上りホームがある下りホームは乗り場の長さが短く連接車では客扱いの際に後方の車両でドアカットが実施される当停留場には広島電鉄で運行されている系統のうち一号線三号線 5号線、それに0号線が乗り入れる。古くからの住宅街や商店が立ち並ぶ地区である。ところどころでは大きな商業施設やマンションの建設も進む。停留場名は宇治名5丁目であるが、所在地は宇治名神田5丁目であり、停留場名と地名が食い違っている。かつて停留場の南西には、国有鉄道の広島鉄道局の局舎が存在しており、 1936年8月には、東停留場の南隣に鉄道局前、停留場という臨時の停留場が認可、新設されている。この停留場は、同局が広島駅の裏手へ移転した1952年頃まで、存続していた。広島県駅乗降客数、2021年3月11日閲覧。当時の終点であった、宇治の停留場は、 現在の広島港停留場の位置とは異なり、広島市営、三橋付近に存在した、海岸通停留場も参照。ABCDEF 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、38ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCDEFG。 広電が走る。町ち根尺150から157ページ。ABC。広電が走る。町ち根尺91から93ページ。AB 川島形像。山陽。山陰ライン全線。全駅。全配線第七巻広島エリア。高段車。図節。日本の鉄道。2012年。15.81ページ。 ISBN 978から4から06から295157から9。ABC 川島経造。全国鉄道事情大研究中国編に、創始者2009年103.109ページ。ISBN 978から4から794217110。宇治の5丁目伝提。広島ナビゲーター。広島観光コンベンションビューロー。 2016年9月20日閲覧、宇治なショッピングセンター、広島ナビゲーター、広島観光コンベンションビューロー、2016年9月20日閲覧、ありがとうございます。